はい、速稼塾の久保です。今回ね、ちょっとした事件についてお話ししようかと思うんですよ。事件のタイトルはハンマーで女性を殴る男が出てきたんですよね。その男に対しておい何やってんだって感じで二人のね近くにいた人が駆け寄っていってその女性を助けたということで、命の恩人ということでね感謝されております。それが今ご覧になってる写真なんですけども、やっぱりねその犯人っていうのはハンマーで女性を殴るくらいですから、ちょっとねまあ言ってみればイカれてるんですよね。ですんで止めに入ったこの二人の男性にも食ってかかったわけなんですよ。でもハンマーで反撃を食らいながらも素手でこの二人の方はね犯人を組み上げてですね警察に引き渡すみたいなことができたわけなんですよね。まあそれでなんですけども、これ今写真に写ってる賞状をもらってるお二人の方ね、何を言おうとしてるかわからんでもないと思いますけども、この二人にねおやめろって言われたらやめちゃうでしょそれは犯人の方もねもう必死で抵抗したんじゃないかなと。もうすでに女性を襲うハンマーの使い方から自分の身を守るための攻撃のハンマーに変わってきたんじゃないかなっていうところでね、まあどちらにしてもお手柄でございました。まあこういったねまあプロレスラーみたいな方ですよね。この二人とも格闘家みたいな方ですよね。頼もしい男性が久々に現れたなってことで、いや私も嬉しく思っております。今日はそんなところですかね。本当に危険を顧みずお疲れ様でした。でも本当に危険なんでどうすればいいか分かんないですね、こういう時ね。まあ男たるもの精神もそうですけども体も鍛えておいてね、そこの事態に本当に耐えられるようにしておきましょうっていうのが今日の動画のまとめですね。ありがとうございました。